なるほどね。借金とかも私が払って肩代わりしたりもしてるんですよ。はい。そういうのもあったりして、まあ少しお金の悩みを消してあげようと思って、あの彼女の家とかを、まあ、安いあれなんですけど購入してあげたりしちゃったんですよ。私が死ぬまでやってこうねって約束で家を買ったんですけど、ちょっと待って、その家っていうのは彼女とあなたの家って？いやいや違います、彼女がご家族で暮らす家で。ああ、なるほど。あれですけど、それは何、あなたが買ってあげたの？そこの話し合いっていうのも何回もしました。あの返済するっていう言い方で何回も話し合いもしましたけど、最終的にはまあ私が現金を出して、そのまま返済はなしで死ぬまで仲良くやっていこうねっていう言い方でした。そうすると名義は彼女なの？そうです、そうです。そうするとご主人相当お金持ち？ご主人がお金持ちっていうわけではないんですけれども、あのまあ、あなた自身がなんか三相続かなんかでかなりお金持ってるので、ね、そうですね。ああ、なるほどね。はい。だって、ある意味他人ですよね。そうです、そうです。他人に安かったとはいえ、家の値段が10円、20円ってことはないから。そうですね。うん。1000万以上ですね。うん、でそうね。うん、まあ、彼女のためになればと思ってしたことだったんですけど、まあ、それは、まあ、その前から多分彼女は気持ちはなかったんだと思います、今思えば。だけど、まあ、目の前に、
と複雑なものをまず一番最初に出し合っていただきたいんですよ。はい、それを Thank you.